いいね、これでかいね。はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はですね、このマットを入れた幼虫が入ったボトル、これ幼虫入れたてですね。このボトルがもちろん中に水分ってやつが入ってるんですね、おがくずと一緒に。その水分が1ヶ月でどれだけ抜けてしまうかっていうのをね、ちょっと僕も知りたいんでやってみようと思います。で、はかりを用意しました。いつもね、幼虫の体重測定に使ってるやつ、1キロまで測れるやつですね。これ1キロないと思うんで測れると思うんですが、これでね、まず最初何グラムあるかちょっと測ってみます。691グラムですね、全部で。この容器1リッターで、まあだいたい7割ぐらい入ってるですね。こいつが1ヶ月後どのぐらい軽くなるかをね、ちょっとね見たいと思います。なんでここから場面が変わったら1ヶ月後です。それでは1ヶ月後にね、タイムスリップしましょう。はい、そうしましたらですね、1ヶ月後に飛んできました。7月のね、18日に692グラムだったこちらのボトルですね、これが一体何グラムになったのか、ちょっとね気になりますよね。さあ、増えたってことはないですね。どのくらい減ったのか。はい、660グラムまでね減りました。実にね、32グラム。これがね、全部水分なのか、幼虫が食べたものなのかっていうのはね、ちょっとわかんないんですけどね。まあこれ幼虫入っちゃってるんでね、この数字なんですけど、幼虫入ってなかったらね、純粋に水分がどれだけ蒸発したかっていうのだけ見れたんですけど、今回はね、マットを詰めただけっていうボトルを用意しなかったっていう、ちょっと詰めの甘いところがあったんでね、また今度ね、ボトルにマットを詰めただけっていうのもね、機会があればやってみようかと思います。ただね、幼虫はまだまだ小さくてですね、ここにいますけど、これまだ2例なんですよね。2例なんで、そんなにね、めちゃくちゃ食べる量が多いわけではないです。なのでね、32g 中ほぼほぼ水分だと思われます。これがね、1ヶ月経った時に水分を足すか足さないかっていうところがね、ちょっとどうしようかなって悩むところではあるんですけどね、まあ、今回はねこのまま行こうと思います。で、交換の前にもね、もう一回このグラム数ちょっと測ってみようかと思います。まあ次回の交換はね、7月なんで4ヶ月くらい持たせていいかなと思いますんで、まあ前回のね動画とかで、前回じゃないな、どっかの動画でね、3ヶ月って言いましたけど、やっぱりね、4ヶ月くらい置いてから交換しようと思います。その時にね、幼虫が食べた、量とね、食べて吸収した量ですね、と水分が蒸発した量がね、4ヶ月でどのぐらい減ったかっていうのもね、またわかると思います。今回はね、こんな感じで1ヶ月でこれだけ水分と幼虫が消化吸収した分ですね、で減りましたよっていうことでした。またですね、こういうね、ちょこちょこっていう動画もね、撮ってきます。そしたらね、チャンネル登録と、Twitter のフォローとかね、高評価とかぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でね、お会いしましょう。